目玉ゼリーを作ります。お水200、なんかゼリー作ってるんだっても美味しいな。で、食べてもらってカルピスを100。よいしょ。スラチンを 15g。こんな入れんだね。ちょっと混ぜて。もういいかい。1分チンします。目玉を作るからね。そしたら食紅を入れます。黒を入れましょう。もっと入れた方がいいかな。ちょっとパパヘルプを。混ぜ混ぜしてくれますか。混ぜんの。そう、混ぜる。真っ黒がいいんだよね。パパ、ママ、うん、これ目玉ゼリーのどこね。そう、黒目の部分。これ今カルピスで入れてんの。そう、カルピスの原液とお水だけで、こちらに青をお願いします。よし、綺麗綺麗綺麗だね。綺麗ね。ありがとうございます。よし、ちょっと簡単になります。よし、次青入れます。よし、白目を入れるぞ。これどこまで入れるの、こういうのって。そうだから、これなみなみ入れちゃっていい。なみなみ入れちゃっていいじゃん。あ、いいので、ギュッてやれば、あの、脅そう知らされるから。あ、なるほどね。で、入れます。いや、そこ、いや、いや、そこにブリー溜まってるから。うん、今結構ブワーって流れてたけど。あ、そう、うん、ちょっとやばいかな。多分静かに入れないと流れると思う。青が溶けてる。で、早急に固めよう。でもあれでしょ、その青が目玉にしたいってことでしょ。そうそうそう、多分ぐっちゃぐちゃになってね。大丈夫かな。はい、かた、ぐわーってですね。よし、よし、固めます。目玉に見えるか。とりあえず完成。ブルブルブル。後でねねとキキに食べさせます。今日は何をするんでしょうか。うわ、すげえ上手。ママが作ったの。作ったの。すごい。あれ、意外と成功してるね。すごくない。ねねも食べてみたい。すごい。ママ目玉ゼリーありがとう。ママカルピス味だよ。すごい、美味しいと思う。ママありがとう。これ、アメミさん、ママありがとう。どういたしまして。うわ、すごい。ね。低いね、今日は。エドルグレーデーリー。豚足の。めっちゃ豚足の食感。けど、味がカルピスだから。すげえ脳がパニックに起こす。パニックに起こす。
パニックに起こす。これ味なしにしてさ、豚足のタレやってたら豚足です。あ、でもコラーゲンなんだよこれ。うん、ゼリーだから。豚足も一緒でしょ、コラーゲン、うん、あ、じゃあ豚足、じゃあ豚足じゃん、ってことはこれ豚足ってことってことはこれ豚足ってこと。じゃじゃーん、豚足で目玉作りました。本当、うん、今度ねねも作ってみる。うん、美味しいよね。目が、目が赤いわ。そうだ、目だ今ずっと目だ。明日は私の運動会です。頑張ります。じゃじゃん、かけっこ一等賞になれるといいね。毎日練習したもんね。ねえ、うん、1ヶ月も練習したよ。諦めずに。ねえ、うん、これ点数つけるなら何点ぐらい。言えないぐらいしよう。言えないぐらい。なんてんだろう、100を4回、うん、じゃあ400点だ。ねねならさ、何色の目玉で作る。ねねは赤、うん、ピンク、黄色。カルピス甘だな。美味しいって言ったじゃん。結果、大好評でした。バイバーイ。バイバーイ。またねー。またねー。ここにほら、写して。またねー。またねー。